大吉丸で今日もまたクエ釣りします。あれはイカ釣りの瓶が帰ってきたので入れ替わりで出船します。じゃあ開けちゃうよ。釣りだちゃん最初はグッジャンケン、はい、最初はグッジャンケン、はい、やってやって、最初はグッジャンケン、はい。チョキ好きやな。AKB48 の選挙でチョキで勝ち続けたってやつやろ。ウゲンでいいですね。ウゲンで、ウゲンで、はい。ほな俺らもやっぱサーゲン並びましょうか。あ、ウゲンの一番前、はい。いけるいける、いけるっすよ。ヤス君はどこ行こうとしてるの。ほな俺真ん中その前行くわ、警部。じゃあそれでいいよ、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 いやいやいや、もう俺もあかん、今日はもう決めとって、決めてあかん。これだけ、よいしょ。あ、三つ松猿館あるやつか。なくなって言って、これあるから、はい、危なっ。あかんで、ほんまに。なんか自分のやつだけなんかラメ入ってない、これ。え、ラメみたいな、シルバーやから。え、もう来た、速攻やん。切れた、切れた、残念。おおおおお、あれかね。でかでかい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 、いやガリガリやで。お前バレてもいい。ガリガリやで。軽々と上げてきたね。えらいことや、えらいことや。いやいや、いいよ、それそれが楽しいわ。あ、抜けた、抜けた、抜けた。うわ、だいぶ上がっとったのに、だいぶ上がっとったで。なんで針外れしたんかな。俺痛かったわ今。もったいねえ。2回やで今日これ。なんで抜けるん。抜けてる、抜けてるな、すっぽ抜けやね。かあ、ネズミシの張り替えた方がいい。捨てるとちょっとだけ、あー、うん、このまま結び直したらいいね。いや、もうあの最悪、もう力尽きたわ今ので。警護の石投げとか考えられん。なんで外れるん。皿の針と皿の糸で。人間が来た、人間が来たないっすわ。なんで外れたかは分からず抜けたんですか。抜けたんすよ。あ、ほら、ね、最悪っすわ、もう最悪っすね。すごい落胆がひどいでしょ。すごいやられるでしょ。もう嫌や。結構進歩やな、これがあっただけな。しゃ、仕切り直し。はあ、せっかくかかったのに。
いや、分からへんのせ、俺でかいか大きい小さいか。次はスーパークエイの40号でどこにでもかかるようにでかくします。え、いやいや、新しいやつやで、ハリスごと買えんねんで。ハリス短ないやろ、3メーター取ってんのに。花坂爺さんになってるから、ただすぐ取らんと腐っていきよ。あ、入った入った。うわ。取った手取った手。入った重くそ入った今。ちょっと腐った手。入った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 。ヤックよう見とったわ今のは。頑張れ頑張れ。ヤック頑張れ。頑張れ。頑張れ、取れてる。もうそのまま持って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 。また右で、右の脇。また右に向いてるよ。ヤスト、もうただに当てた方がええんちゃう。うわ、ええな。これでかいんちゃうんすか、これ感じ。でかいでかい。でかいでかい、でかいよ。20キロ以上あるよ、これ。他の竿が曲がってるのがないよ。よっしゃ、ナイス。でかいでかい、クエやぞ。おー、でかい。20キロ馬来た。ナイス。おい、クエ20キロ馬来たぞ。よっしゃー、よっしゃー、よっしゃー、ちょっとリードナイス。ちょっと前から行く。よっしゃー、おめでとう、おめでとう、イエーイ、ありがとうございます、おめでとう、おめでとう、おめでとう、ナイス、おっしゃー、おっしゃあれはよう見てたわ。ちょっと寝かけとったっすわ。ちょっとここまで写真撮るから片付けて。うわ、手いった。ヤスコも敬語もね、膝置き俺だけ、ね、わ、膝置きやわ、めっちゃかっこいいやん。めっちゃ嬉しい、あだっす、あだっす。ええとこかかってるやん、完璧やね。俺ね、すぐ、すぐ、うわ、それ反対やね、反対に取っとかなあかん。口開いてる時に撮りたいん。絶対口開いてる方が痛い。ちょっとごめん、あのタオルだ、痛い。今ちょっとさ、乳首刺さったやな。乳首にちょっと刺さった。タオル1枚。今シーズン2匹目かっこいい。今シーズンヤスくん2匹目いくでー。はい、チーズ。仲間3人取らねえん、後ろ。いや、俺エースだもん、そんなんもう。外れただけなのに。寝てると、俺寝てるとこの写真しかないよ。ヤスくん、やばいな、マジで。やったなぁ。はい、話して。やったなぁ、船長。ぬめぬめや。勲章のぬめぬめや。ちょっと。あ、それいいな。あ、それいいな。あ、削るから。
真上からも撮ったらいいじゃん。いろんな角度撮って。魚拓屋に任さな。オッケー、これでいいや。すげえ。大吉丸すごい。いや、来たね。まあまあ大吉丸すごいよ。大吉丸すごすぎ。それ言うからアンチ増えるんすよ。大吉天才。大吉丸で血抜きしてくれるのはもうクエのみとなってます。いやいやそんなことないよ。普段はあのほぼほったらかしなんで。クエ瓶だけやって。そう、クエだけ血抜きしてくれるから。すごいわ。危ない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 。対抗がすごいよやっぱ、ね、こいつはうまいで。やすくんこれやったらもう腹いっぱい食えるで。食いますね。いいですね。強い強い。いやいや、じゃあね、俺な見とってんこっちから。ほんでな、竿入った瞬間ヤス君ブワーなってるから、うわ起きとったわ思って。半分寝とったんすよ。また。バタッと聞こえて起きた。うおっ。またヤス君こっちにこんなこんなにまった。いやマジでカリスマよ。あの謙虚にしときましょう。たまたまです。人としてはあんまり好きじゃないけど、やっぱもう釣りのセンスでわけではもうやっぱ抜群やもんね。たまたまなんですもん。すごすぎるわ。人としても好きになってよ。俺まで敵作ることになるやろ。もらいぬめぬめ。うわそれはあかんわ。怖いねこいつ。危ないね。引きするやろから。ありがとうございます。あのちょっときっかけを作ってこようと思って。怖い怖い。神経抜けてきやんじゃんすか。いや神経はなきゃいけんけど結構立ち出てきてるでしょ。うんうんうん。そらもう最高級の魚やのに一番ええようにそうな。石薙もよう血抜けとったっすわ。抜けとった。めちゃくちゃ綺麗に抜けとった。よかった。ちゃんとそこら辺も入れとってくれな。え船長の完璧な血抜きに血抜きで入れとってくれな。そうやね。こういう魚しかしてくれへんってしか言ってないっすわ。ほんまやね血抜きも。あでもあれですよ、あのブリとかあのタイとかもドテラ流しの釣りは全部やってますよ。操船しとったらできへん絶対。まあまあそりゃそうやろね、うん、釣ったやすくんが。すごい。まだ今日は良かったんちゃう。みんな当たりあってなんか結構ないろんなもん釣れて。おっきた。おー来た。俺携帯。来たまた。向こう頑張れ頑張れ。よ、軽いか。もう浮いてるんでしょ。うん。すげえ。三回当たり三回。当たり三回すごいね。レンタルタックル最強やね。やたらに進めようとしてくれ。レンタルタックル20キロあってくれ。見えた。すごい、ね、来た、ね、おっしゃでかい。大きいな。さあ、いい感じや。おーい、おめでとうございます。まだあれがあるのに。よっしゃ。すげえ。すごい。20近く、20はないけど20近いよ。いや、昼ぐらい食べてるはずやもん。朝一。朝バレた。バレてた。朝が食えの写真最高。弁当にあの食えの唐揚げが入ってたよ。今日は食え弁当。マジ。いや初めてやん。そんなんしゃあないやん。早合わせできるだけええっすやん。俺なんか合わすこともないのに。どこまでやん。いやいや、死んだイカですか。死んだイカです。
あ、目近なんすか。ほな、サバでもええやんね。ヤス君がイカか。やってもうたね、船長、また。またやってもうた。また穴場見てるもんだな。もう絶対に通り道は言うとったもんね。通り道あと信じるかの心よ。すごいですね。アンカー、ええ場所に刺さったやつ。アンカー一発で決まったしね。わからんね、ほんま今クエの大行進が始まったのかわからんから竿見とかなかった。ちょっとしゃべりながらやってくれてる。何も言えねえ。なんま2連ちゃん。え2連ちゃん出たな。僕とあの体格の人だけちゃうんですか、当たりない。体格の人ポリッつって。お、来た。え、え。出て。乗ってる。二連ちゃん。うわ、乗ってるやん。どういうこと？四発目で二本上げてます。当たり五発目。今はないよ。え、こいつはレンタルタックル。レンタルタックル。あ、これいいサウンドですね。これはね、ボクスペバージョン S。5000円で借りれるんですね。うん、5000円。あ、5000円。おっしゃおっしゃ、いじる。いいね。なんだこれ、クエちゃうの。え、クエじゃねえ、コブダイや。え、ビッグコブダイ来た。あ、大丈夫。ジャンボコブダイ来た。でかー。なにこいつ。親分やん、親分。クエじゃなくてよかった。バチ当たるとこですよ、クエあげたら。僕がたたられるとこだわ。えぐいえぐい、コブダイ。こんなとこにコブダイおんねや。コブのあの、コブのとこ食べたらどうなるのこれ。挟まるんじゃなかった。賢くなるんですよ、これ。オスやもんな。うわー、これ。ひとたまりもないな、こんな。危な、これ。膝置きしないんですか。こいつは膝置きした方がいいんじゃん。膝置きしてくださいよ。膝置きで。怖っ。怖い怖い。しかもコブダイのくせにめっちゃ引いてましたね。危なかったっすもん。あの僕は響きなんか見えんけど、動画だけ見たら 100% 食えやん。 100% 食えない。すごいよ。まあでもこれは引くわ。のあのノンストップで巻いたら引く。もらおう。頭触ってください、これ頭。触り方がやらしいわ。ちょっと今当たりきたけど早合わせしすぎです。あれ合わせてしまうわ、早めに。あかんわ。でもやっぱ言ってもらわなあかんねや、まだまだまだって。片付けましょう。下ろそうか。
かったけどね、うん、この日もあって、うん、まあ、またヤス君が22キロのクエ釣ってしまったからサムネ通り羨ましい羨ましいな。昨日の夜からイカ釣り行って、で夜からクエ釣り行ったよね。で今からどこ行くの？鶴ヶ行きます。今から鶴ヶ行ってくんの？霞から3時間ぐらいかけて、きれい、イカ釣りにまたまたあんま寝られへんね。くれぐれも寝んように、居眠りせんように、気をつけて行ってきてください。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れっす。これ今日汗かかへんかったやん。最高っすね、それおな、はい、汗かかへんかった。これさ、ここさ、開けるやんか、はい、ここに凍ってるペットボトル入れて、はい、水を少し入れて、はい、電源入れるとここを冷たい水が循環すんのやんか、はい、で冷たいっていう、うん、でこれだけや、これだけでもいいねんけど、まあ、ちょっと溶けてるからちょっと水捨てるけど、氷入れてもいいし、はい、保冷剤入れてもいいし、うん、でこれを着て冷たいねんか、むちゃくちゃ冷たいねん。全然ちゃいます。全然ちゃうねん。今日一日やったけど全然楽やったな、はい、この前びちゃびちゃやったもんな、汗でな、ボトボトなったけど、これだけやったらちょっと見た感じなんか変やん変やんか。そうですね、ちょっとダサい。アイスマンベスト20時間ぐらい持つんかな、これ。1日十分、1日持ちますね。空調服、うん、この冷たいところに空調服でこう風を入れてあげる、全体的に真冬みたい。ちょっと言い過ぎかもしれない。ただまあここは汗かかへんかったな今日。そうですね。こっちとかはかくけど。大活躍です。大活躍、ね。これからも使っていこう。まあ、釣りとか行っとったら余計氷とかもいっぱいあるし。はい。僕たちしか持ってないんで。最高でした。帰りましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。